オニア絶対に配信許可とハンジョウ向こうの真似して無許可配信ハンジョウコレコレさんに飲食店の無許可配信したのをされすぎとああそんなのあったんだええなにそんな これこれさんが拾うってことはあれなんじゃないのだいぶなんかあったんじゃないのはんじ店で無極配信したんだろうならカードショップをはんじ無極配信しても怒らないよねああ出たこのなあのー、こういうムカつくやつなこうんこれまずニコちゃんマークがムカつくわこれ、うん、このな、うん きついね、こいつねうん飲食店の無許可配信をしたっていうのではーえなんかさえ俺だってやったことあるっしょだって無許可配信ってどこだどこだだって外配信なんて無許可だよだってそんなの言ったらあのー、山梨のさあそこ行った時とかうんそう 外配信とか、うん、まあまあでもまああれかあのちょっと配信してるんですけどいいっすかっつって配信っていうのが <laughs> あのあれ恥ずかしくてちょっとあの,あの YouTube やってるんですけどいいっすかってオープンレックって言えなくて YouTube でもちょっとちょっと嘘ついてるとこあるけどね YouTube やってるんですけどいいっすかっつって、うん、それはあのちょっと胸に張れなくてさちょっと、うん、まあ YouTube でいいならオープンレックもいいだろうと思って。 うん、コンビニとかはめちゃくちゃ怒られるね。俺なんかの時とかあのコンビニでなんか配信しながらやったらすげえ怒られた覚えあったりとかしたな確か。ニゴ生時代のじない時とか。わかんねえもうこれもね昔すぎて俺の記憶なのか誰かの記憶なのかもうごっちゃになってんだよね。でやってないのに俺っていうことになってたらすごくデメリットがあるからちょっとわかんないって言ったけど まあ、そうっすね。うん。うーん。なんか、よっちゃんのスーパーでどこられたか。ああ、なんかあったな、そんなのな。うん。そんなのあったな。あ、店員とちょっと言い,い争いになって、ああ、なるほどね。まあ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、でもまあ,あの、次に行かせたらいいよね。あのー、そういう、なんかね、うん、次に行かせてもらって。 電話されると困ります。電話来たらやめます。あ、確かにそれじゃ <laughs> さあ。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。うん。あど上野公園にいる花見客のブルーシートを勝手に剥がして回る横山さん。うん まあ、そ,そっちの方がもっと悪いじゃねえか。そっちの方がそっちの方がもっと悪いじゃねえか。ああそっちの方がもっと悪いじゃねえかよああああ。まあ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 。ああそんなことあったんすね。まあ,あ,あ,あまあ、こうやってなあああの。レビュー荒らされてみたいな感じな。 そそうだなうん、そうだだなんねまあ、よくないっすよね、確かにね。うんあのー、僕も、どこだっけ、名古屋のホテル、うん、であのエアシューターでやられた時もね、うんまあ、配信したら,ら、そこのホテルが軽く荒らされてたんで、やっぱりね。うん、でもね、荒らすやつがあるっすよ、そこに関しては僕は、うん荒まあ。荒らしを誘導してるわけじゃないんだけど、まあ、まあ、でもそこも踏まえて配信は気をつけなきゃいけないんだけど、でもね、 結果的に、あの、うん、荒らすやつはいけないです。多分裁判とかもしすることになったら、荒らしたやつがいけないからね、多分。ね。いや、普通に法的なとこで言ったら、多分それを特定して、荒らすやつが、多分いけないからね。う <laughs> ん <laughs>、えー、まあまあ、そんなことあったと。う、え、ん、ー。いや、本当にあの2万、マジでイ、イライラするぜ、あれいつど。どこに消えたんだ、マジで。 ほんと。マジで気になるわ、ほんと。リ <laughs> リースも今日、上野公園のボートで無許可配信してスタッフにああ、なるほど。なるほど。今、無許可配信の今リレーが、今ね。うん、まあ、でもあるよな。ある,あるよね。あどこだったっけな。 いや俺もだってそのあるよ絶対なんかその流れであの無曲配信してること怒られてないだけでうん怒られてないことで怒られてないだけでマジであるぜだ外配信さやっぱこうやってやってって言われるんだけどさ難しいところはそこもあるんだよ <laughs> なんか結局行ったとして配信許可取れんのかなとかさ で、電話だと許可取れなかったりとかするんだけど、実際会っていくと許可取れたりするとかもあったりとかして。難しいんだよね。うんうん、無許可の波に乗れと、うんえー。じゃあ、無許可配信していいことな友人ならちゃんと注意しな、ね、よ。キモいな、こいつな。本当ああの絶望的にキモいな。 何度かおいがあれしろ、あの、なんか、法を裁ける側の人間だって、なんか、記憶してくれ。うん。記憶お前は記憶してほしい。<noise> えー、キャプチャー見るがねちょっと土曜日にやろうかなと思ってる。明日はね、俺ちょっと夜遅くなっちゃうから、今日ちょっと始めちゃったら遅,遅くてさ。うん。土曜日にちょっと。 酒でも飲みながらゆっくりやろうかなっつって思ってますわ <laughs> マイクラの公式エイプリルフールジャガイモメンションがあらないかえこれだってできないっしょもうさすがにさすがにないっしょうんうんドヤコンが触れたよもうドヤコンがはしごくあれだったどうでもよかったしかもあの ドヤコンガなのかドヤコンガじゃないのかもなんか確定してねえのにネットはもうドヤコンガ確定だよってなっててあのー、なんかあれみたいだったなってなんか松本人志さんの最初のターンみたいな感じをなんか感じましたうんええ太人ちゃんは病んだりしないの俺今病んでる実は。 なんでかというと、配信前にストローケって1700から下がっちまって1688になってクソイライラしながら枠取った。本当にすいません, <laughs>、うん。本当にすいません。